皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、先日のアイウェーブ松阪でお伝えした松阪カハダイレブンですが、この度携帯できるマップが完成しました。マップには11座の山の紹介をはじめ、登山ルートなども掲載されています。こちらのマップは松阪市役所本庁1階案内窓口をはじめ、ご覧の公共施設などで手に入れることができます。皆さん、ぜひマップを使って登ってみてくださいね。それでは今回のラインナップです。竹上市長が3月の定例記者会見を開きました。令和3年度の予算などを審議した市議会2月定例会が閉会しました。戸籍住民課からマイナンバーカードについてご案内します。旧長谷川次郎兵衛家で開催中の企画展、長谷川家の春をご紹介します。